はい、ということで、エンタのチャレンジ動画でございます。今日はもう何でしょう、もう箱開封動画に近いっす。だからもう箱開封動画兼チャレンジ動画みたいなところです。で、僕は何もチャレンジしません。今回は買ったというだけのチャレンジです。まあどういうことかというと、これとあるね、福袋的なやつを買いました。ただいつもね、僕はゲーム実況やってるので、ゲームの福袋を買うことが多いんですが、今回ちょっと違ったものを買いました。それがですね、お菓子ですね。お菓子の福袋を買いました。まあ、今回のテーマはですね、楽天市場で買ったお菓子の福袋は大丈夫なのかという内容でやっていきます。そうですね、だからまあ得するかしないかみたいな、これは買いか買いじゃないのかっていうところをちょっと確かめてみようという動画になります。なので、まあ、その箱開封動画と、チャレンジ動画の中間ぐらいのところですね。ということでやっていきます。さあ、ということで、今回購入したのは楽天市場の、とあるショップです。値段は3500円、内容は、チョコレート菓子だそうです。で、まあこのチョコレート菓子も時期的に言えば多分冬の方がね、バラエティに飛んでるんだと思うんですけれども、この夏の時期にあえて買うというね、暴挙に出てみました。なので、まあ冬に比べたらちょっとラインナップは何でしょう、溶けにくいチョコレート菓子になると思うんですけれどもね、お酒の入っていないというかね、ラム酒とかが入っていない感じ、溶けにくそうな、チョコレートがいっぱい入ってるんだと思うんですけれども、まあチルド品なので、ちょっと早く開けないといけないので、急いで実写動画撮影しております。ということで、チョコレート菓子福袋3500円の内容は大丈夫なのかやってみましょう。いいです、オープン。おお。で、チョコレート菓子じゃないやんってなるんですけど、今回、おまけ付きだそうです。これ書いてますね。おまけです。おまけですって書いてますね。はい。一応、伝票を開いてみますと、あ、もうこんな感じ、直筆メッセージが入ってますね。今回買ったショップから、ご注文ありがとうございます。ビジネスチョコがあれば嬉しいです。という直筆メッセージまでいただきました。本当ありがとうございます。まずはおまけから紹介していきます。おまけ、駄菓子ですね。はい。玉ねぎさん太郎。玉ねぎさん太郎。いわゆるキャベツ太郎とかね、いろいろある中の玉ねぎさん太郎ということで。玉ねぎさん太郎は上質なトウモロコシを使用し、ソース、調味料を混ぜ、口当たりの良い軽いスナックですということで、玉ねぎ粉末は入ってるけれど、っていう感じですかね。玉ねぎさん太郎。で、こちらもおまけ。ポテコですね。東ハトポテ、今は山崎ビスケットと同じグループに入ったのかな、東ハトのポテコですね、はい、ポテトリングスナックだよって書いてますね、はい。さらにおまけ、詰め合わせセットみたいなやつですね。中身はポテトフライですね。ポテフ、だがしかしっていうね、アニメ漫画とかで出てきました。ポテフ、ポテトフライ、これのフライドチキン味、東方製菓株式会社、名古屋の会社みたいですが、そこは作ってるやつですね。さらにはうまい棒4本入ってます。たこ焼き味と、シュガーラスク味、はい、コンポタージュ味、これコンポタージュ味が僕は一番好きかなと思います。さらに明太味ですね、はい、この4種類も入っておりました。さあ、ここからはいよいよ本番です。ここからのものを含めて3500円以上あるのかどうか、私別に何かすごいお菓子に詳しいわけでもないし、お菓子の相場を詳しいわけではないんですけれど、大丈夫かどうかなのかは皆さんの判断にお任せいたします。まずは1つ目です。こちら、はい、グリコのリベラというやつですね。スタイルフリーなチョコレート、ビター味、脂肪や糖の吸収を抑えるチョコレートです。いいですよ。僕、だからそういう、なんかカロリーを気にする人間になってきたから、いいんですよね。そういう脂肪や糖の吸収を抑えるとか言ったらね。嬉しいです。はい、こちらでございます。よいしょ。チョコビ。これ、東ハトなんや。
作ってるの東波飛びだそうです。チョコビ、はい、クレヨンしんちゃんの、しんちゃんが大好きなやつですね、チョコビ。これが1箱137キロカロリーだそうです。これ相場知らんな。これそもそも売ってることを知らんかったあ、チョコビ売ってんのや、実在したんやって。続いてこちら、はい、柿の種チョコ、デノロフ。これどこあ、デンロクか。デンロクの柿の種チョコだそうです。カロリー的には1袋281だそうです。じゃあ続いていきましょう。続いてがこちら、明治のホワイトチョコレートですね。僕はあのホワイトチョコレートあんま好きじゃないですよホワイトチョコレート食うぐらいやったら黒いチョコレート食いたいっすっていうところの、人間なんでね、普通にうまいやつですよ。他は28度以下でって書いてますね。次行きましょう。次ちょっと知らないやつがあるので、これ見てみましょうか。これ、はい、クックダッセ抹茶チョコって書いてますね。クックダッセ、クックダッセ、まあどういう意味なんでしょう意味を知りたくなってくるね。1枚あたり41キロカロリーですね。何か三律製菓っていうところだそうですね。ちょっと聞いたことないです。ラングド社的なやつでチョコレートを挟んだみたいな、ね、そんな感じだと思います。続いていきましょう。続いてはこちら、あ、山崎ビスケットですね。これ、ピコラです。ピーチヨーグルトだそうです。これチョコレートなのかな、よくわからんけど、12本のやつです。ピコラ、くるくる巻き上げたロールクッキーのサクサク食感と風味豊かな白桃果汁パウダーとヨーグルトパウダーを練り込んだ爽やかな味わいのクリームをお楽しみくださいだそうです。おですよ、うん、チョコレートはどこにも使ってないんじゃないかなぽいですけど、うん、なんかチョコレート菓子ではないけど、まあ、そういうのもたまに入るよっていう感じなんですかね。6本で140キロカロリーですね。まあ、1箱で、280になるということです。はい。はい。食べっ子水族館。初めて見ました。食べっ子ビスケット、食べっ子動物園みたいなのは見たことあるけど、食べっ子水族館だそうです。シミチョコビスケット、うん、チョコが中まで染み込んだビスケットだそうです。カルシウム入り、卵不使用、体に優しいねということで、まあ卵アレルギーの人とかもね、お子さんとかいるんでね、そういう人向けのビスケットということでね、まあ、こんだけの動物が入ってるってことですかね。うん、はい、そうです。287キロカロリーだそうです。じゃあ続いてこちら、はい、ミニチョコバット、チョコバット5本入りだそうです。チョコバットのミニサイズって書いてますね。純チョコレート菓子になりますが、はい、1本53キロカロリーだそうです。続いて、はい、こちらアーモンドピークグリコですね。カリッと飴焼きアーモンドをチョコで包んだって感じでしょうか。はい、もう賞味期限近いです。9月です。カロリーとしては344キロカロリーとなっております。はい、続いてよ、なんかガトープレミアムショコラだそうです。ガトープレミアムショコラ、ガトーショコラじゃないですよ、ガトープレミアムショコラなんですよね。どこの会社なの、ヤオキンですね。ヤオキンやからうまい棒と一緒です。うまい棒と同じ会社、原産国名でいうとマレーシアです。マレーシアで作ったやつをヤオキンが販売しているということみたいですね。はい、続いてはこれですね、チョコボールですね。ピーナッツ味、金のエンゼル入ってるかな、純チョコレート味だそうです。はい、賞味期限的には、あ、結構ある、2019年2月、160キロカロリーだそうですね。金のヒョロちゃん感も当たりますよというところです。続いていきましょう。ほい、お、リスカです。リスカのチョコモナカ。グイッとうまいって書いてますね。あ、こちらも純チョコレート菓子です。純チョコです。216キロカロリー。
純チョコレート、ディスカのチョコモナカ。続いていきます。続いてはこちら、明治のフランダブルショコラ、冷やしても美味しいって書いてますね。ホイップショコラとろける深みカカオって書いてます。チョコレート菓子ですね。賞味期限は2018年12月。ココアビスケットの上にカカオ際立つ滑らかショコラにふんわりホイップショコラも乗ってるよってやつですね。チョコレートまみれ、全てがチョコレートみたいな、そんなやつです。9本入りになってまして、3本で96キロカロリーになりますね。はい、続いてこちら、はい、アルフォートミニチョコレートですね。はい、これもチョコレート菓子になります。チョコとビスケットの絶妙な味わいと書いております。はい、これも賞味期限は11月、はい、なってます。1箱316キロカロリーということですね。12個入りです。全粒粉入りビスケットとチョコレートの味わいが楽しめるやつです。じゃあ続いてはこちら、夏の薄焼き富士屋チョコチップクッキーカントリーマームチョコミント味、10枚入りです。このチョコミント缶をここに入れたという感じですかね。そんな富士屋のカントリーマーム、夏っぽいですね、本当にね。カントリーマームウィズアイスキャンペーンということだそうです。ハンドブレンダーやアイスが当たるって書いてますね。でリッシュキッチンとコラボしてるんでしょうか。冷やしても美味しい。30分以上凍らせるとミニチョコチップがカリッと軽い薄焼きだそうです。甘さもすっきりと書いておりますね。はい、まあチョコレートじゃなくてこれはクッキーっていう部類かな。カロリーは1枚44キロカロリーなんで440キロカロリーですね、全部食べると。あと5点です。続いてこちら、ギンビスのシミチョココーン、とちおとめ仕様の練乳いちご風味だそうです。冷やしても美味しいって書いてますね。夏限定だそうです。シミチョココーンの練乳いちご風味だそうです。練乳いちご味でもないと、風味だそうです。いちご果汁は 0.6% 使用しているそうです。ほぼ香料ってことですかね、わかんないですけど。賞味期限は夏限定ですから、11月30日までです。カロリー的には1袋325キロカロリーだそうです。こちら、ブルボンのビターチョコレートセピアートって書いてますね。マルドビターチョコレートと書いております。ハイショコラシリーズ、すごい黒いチョコレートですね。だいぶ黒めのチョコレート。賞味期限は結構長め。セピアート。カカオ風味が豊かなビターチョコレートの中に練乳入りのビターガナッシュを閉じ込めました。マイルドで食べやすい。一粒チョコレートですって書いてますね。はい。1個で36キロ、38キロカロリー。1個で38キロカロリーで、60g 入ってるっていうすごい難しい感じ。これは一袋何キロカロリーでしょうか、よくわかりませんけれども、はい、こんな感じになっております。続いてはこちら、日清チョコフレークって書いてますね。コクと香りのダブルブレンドカカオ、噛むほどに美味しさ広がる純チョコレート菓子でございます。チョコフレーク好きだったな、よく食った昔。日清シスコ株式会社が作っております。賞味期限はだいぶ長いです。冷やして美味しいと書いてますね。はい、そんな感じです。マイルドなガーナ産カカオと豊かな香りのエクアドル産カカオをブレンドしたチョコレートで香ばしいコーンフレークをコーティングしましたと。噛むほどに美味しさ広がる味わいをお楽しみくださいと書いてありますね。カロリー的には425キロカロリーになっているということでございます。はい、続いていきましょう。お、またリスカ来た。リスカのサクッとしっとりチョコ、たっぷり 80g 書いてますね。サクッとしっとりチョコ、ということで、サクサクしたコーンパフのや、軽やかな口当たりのいいテイスト、甘さを抑えたまろやかチョコと香り豊かな絶妙のハーモニー、新感覚のこだわりの美味しさがぐんと広がりますって書いてますね。美味しさプラスレシピ、牛乳をかけて食べても冷蔵庫で冷やして食べても美味しいよと書いてますね。はい、これも純チョコレートになります。1袋466キロカロリーになってますね。さあ続いてラストです。
かばやゴールドチョコレート、こだわり仕上げでございます。カカオとミルクの美味しいハーモニーと書いてありますね。かばやのゴールドチョコレート、賞味期限短めです。2018年の10月になります。一粒あたり 27.8kcal となりますね。 183g 入っております。一粒でだいたい 5g なので、まあそこそこ入ってますよと、各自計算してくださいという感じになっております。チョコレートですね、純チョコじゃないので、まあそこは評価できるかな、そこはいいかなっていうところですかね。こだわり抜いたチョコレートですね。純チョコじゃないタイプのチョコ、はい、まあしっかりと相場を知ってる方はね、ちょっと一回自分で自己紹介してみてください。ちょっと僕の中では厳しいです。3000円あったかどうかは怪しいです。まあただ送料無料で届いてますんで、今回こんだけ入ってチルドで送ってもらって送料無料になってるんで、まあ送料も入れたらまあ安いのかなっていうぐらいですかね。まあ好き嫌いとかもありますし、こういうねチョコレートじゃない系も入ってたりしますから、まあ好き嫌い分かれるかなっていうところですかね。ただまあ賞味期限がちょっと近いやつもありますので、まあそこだけが問題かなというところですね。なのでまあ一人で食うにはちょっと厳しい量ですけど、もうすぐみんなで食べるんですよっていうのやったら、まあ賞味期限近くてもいいっていうなら、これでいいと思います。まあそこら辺もいろいろ加味してね、購入を検討してはいかがでしょうかというところですかね。はい、ということで、今回のチャレンジ動画は以上になります。また別の動画でお会いいたしましょう。エントのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。